京王井の頭線。井の頭線は、東京都渋谷区の渋谷駅と武蔵野市の吉祥寺駅を結ぶ京王電鉄の鉄道路線である。駅ナンバリングで使われる路線記号はイン。渋谷と吉祥寺という繁華街同士を、途中小田急小田原線、京王線と接続しながら短絡する、1日数十万人が利用する路線である。全線が武蔵野第一条を走り、 渋谷から吉祥寺までほぼ上り変勾配である。踏切は多いが、主要な道路とは、不設時から立体交差になっており、環状8号線と交差する高井戸駅は1972年に、高架駅となっている。駅間距離が非常に短く、隣の駅までが1トル未満、平均駅間距離0 8トルであることがほとんどで、隣の駅がホームの端から見える駅も、 少なくない。また、関東の私鉄の中で最初に冷房率100%を達成した路線でもある。期間 2372mm の、いわゆる馬車期間を採用する他の京王電鉄の路線とは異なり、井の頭線では 1067mm の強気を採用している。これはもともと、井の頭線が小田急電鉄系の帝都電鉄の路線として開業たためである。 トンネルは渋谷駅隣の上泉駅の前後に一つずつあり、吉祥寺寄りのトンネルには駅のホームが伸びている。戦時中から戦後しばらくは小田急小田原線と大田連絡線を介してつながっていたが、同連絡線の廃止後は他路線と線路がつながっておらず、独立した路線となっている。渋谷マーク式内にある渋谷駅のホームは地表ではなく高架レベルだが、 高低差のある谷形地形のため、出発して、すぐトンネルに入る。道玄坂及びその地下を走る、田園都市線と交差し、トンネルを出た直後に着く上泉駅は、地表レベルである。しかし、同駅のホームの途中から、再び、トンネルとなり、東京都道317号環状6号線、山手通りと交差する。トンネルを抜けると、淡島の低地に出るため、 再び地上を走る。北側に東京大学駒場キャンパスを見ながら駒場東大前駅となる。旧東大前駅と旧駒場駅とが統合されたのは1965年で、吉祥寺寄りには旧駒場駅のホーム跡がある。その向こうには駒場や公園の緑が望め、筑波大学附属駒場中学校、高等学校の生徒が育てるケルル田んぼを車窓から眺めることができる。 池の上駅の先で森土を走るようになり、密集した市街地を見下ろせる。斜めに交差する小田急小田原線の地上線跡地を越えると、下北沢駅となる。下北沢駅を発車すると、緩い下り勾配となる。発車前から次の新大田駅と東京都道318号、環状7号線、環7通りを望め、立体交差の様子がうかがえる。 新大大駅から東松原駅の直線区間の線路脇に植樹されたアジサイは開花時期になるとライトアップされるがアジサイの他にも沿線のあちらこちらに植樹がされている東松原駅からは線路が大きく右にカーブしやがて京王線の下をくぐると明大前駅に到着する明大前駅を発車すると国道20号、広州街道 首都高速4号新宿線と交差する。次に、玉川上水水路橋をくぐるが、この橋は、幻となった、東京山手急行電鉄の移行であり、複々線分のスペースが確保されている。ここから直線で勾配を上っていく。神田川を渡り、井の頭通りを右に見ながら、左にカーブすると、東京都道427号と交差しに面4線の永福町駅に到着する。 英福町駅を発車すると、右手に京王バス東の車庫と、保線基地がある。かつては、井の頭線の車両基地があったところで、新車搬入は、現在もここで陸送により行われる。バス車庫を過ぎたところで、東京都道428号公園時期ぬた、上水上線、高玉水道道路と、踏切で交差する。ここからは、西長福駅、浜田山駅と、 しばらく直線で抜けている。そのため、浜田山駅から永福町駅の進路現地を望むことができた。KOATC 導入後は、色通式信号機がなくなったために確認することはできなくなった。浜田山駅を発車すると左にカーブしながら、杉並清掃工場付近で高架を登っていき、南側に神田川が沿う。付近は桜並木となっている。高井戸駅ホームは、 東京都道311号環状8号線、環八通りと直行している。高井戸駅を発車すると高架を下っていき、右にカーブして、藤見が丘駅に到着。左手に藤見が丘県尺を見ると間もなく、久賀山駅に到着する。この区間の駅は、永福町駅以外すべて一面二線の島式ホームである。久賀山を発車すると、両側に土手が現れる。 そのまま直線で走り抜け、神田川を過ぎると、三鷹台駅に到着する。三鷹台を出ると、右急カーブの後、神田川に沿って走り、井の頭公園駅に到着する。その後、井の頭公園の遊歩道の上を走り、急カーブ、急勾配の後、弁天通りの上を通り、井の頭通りの上が、吉祥寺駅のホームの端となる。概要説で、前日の通り、 元々は、小田急電鉄とルーツを同じくする、帝都電鉄の路線であった。帝都電鉄の前身となる、東京山手急行電鉄は、大井町世田谷滝野川西平井須崎間5 0トル余りの、免許を1927年に取得した会社で、山手線外部に、第二環状線を形成する予定であったが、昭和恐慌の影響でそれどころではなくなった。 同社の企画を承継した絹川水力電機の都市密、鶴松は1928年に渋谷吉祥時間の免許を交付されていた渋谷急行電鉄を東京山手急行電鉄に合併させて計、郊外鉄道と解消した後、収益性の高い旧渋谷急行電鉄の路線の建設を優先させることにし、社名を再度帝都電鉄と改め、 1933年から1934年に全線を順次開業させた。同線は山手線周辺から郊外へ伸びる鉄道としては他の路線と比較してもかなり遅くに開業した路線となった。そのため当時としては珍しく高果、掘割を中心にして建設し、車両も全鋼鉄製で自動扉を採用して女性車掌が乗務するなど、 開業時はかなり近代的な路線であった。しかし、不況のため建設資金に不自由し、全路は鉄道省で使用していたものの払い下げで、従業員も多くは、絹ヌグループの人員整理で余剰と化したものが採用された。そのため、乗り心地はあまり良くなかったとも言われる。なお、旧、東京山手急行電鉄が所有していた免許は、1940年までに、 すべてが執行した。後に、同系の小田原急行鉄道に合併されて、同社の帝都線となり、小田原急行鉄道は、鬼怒川水力電機に合併され、小田急電鉄となった。そして1942年に、この小田急電鉄が、東京横浜電鉄に合併され、当線は、東京急行電鉄、いわゆる、大東急渋谷営業局の所管となり、この時鮮名が、 現在の井の頭線となった。戦後の大東急解体時に経営的な判断から旧京王電気軌道と組み合わされた経緯があり、その際かつての帝都線を含んでいるということから、分離、独立した会社の名前は京王帝都電鉄となった。同社が現在の京王電鉄に社名を変更したのは1998年である。また、この解体当時社長として、 井の頭線の移管を推進し、その後慶応が急成長した際に社長を務めた井上貞夫は帝都電鉄の出身者である。なお、小田急側では井の頭線に代わる保証として、箱根登山鉄道と神奈川中央交通を系列会社としている。小田急小田原線との乗り換え駅である下北沢駅で2019年3月15日まで改札内で 乗り換えが可能であったことは、井の頭線が、旧小田急電鉄の路線であった名残である。戦前の前通時に、現行の駅がほぼすべて設置されており、戦後に設置されたのは、駒場駅と東大前駅を統合して改良した、駒場東大前駅のみである。戦時中の英福町建築被災により、応急的に、新大田駅から小田急小田原線世田谷大田駅との間に、 大多連絡船が設置され、車両の融通が行われた記録があるが、同連絡船の撤去後は、打線との連絡が全くなくなったため、車両は陸路で A 福町駅に隣接している、京王バスの A 福町車庫から搬入、搬出している。大多連絡船は廃線後住宅地になったため、廃線跡はほとんど残っていない。痕跡としてわずかに、 世田谷大田駅の新宿方面ホームの北側の空き地が残っていたものの、これも小田急小田原線の地下化、福々線化工事により消滅した。終戦直後には、当時武蔵野市で計画されていた、東京スタジアムへのアクセス客を当て込んで、吉祥寺駅から西武新宿線田市駅を経由して、西武池袋線東久留米駅まで延伸する、計画が存在した。しかし、 1951年に完成した東京スタジアムは、その立地名や環境面の悪さからわずか1年で、休止状態に陥り、さらに地元での新路線建設への反対運動も起こったことから、この延伸計画は頓挫している。各駅に停車する確定のほか、休行が運転されている。各時間帯のダイヤは概ね次の通りになっている。一部例外あり。 かつては平日、土曜、休日でそれぞれ異なるダイヤが使用されていたが、東日本大震災による電力不足に伴う2011年7月からの節電ダイヤを機に土曜日ダイヤと休日ダイヤは統合され、た路線同様に土休日ダイヤにまとめられた。2008年から2010年までの8月は、吉祥寺駅降下改築工事により2000のうちの1000を使用休止し、 通常ダイヤに若干の運用変更を施した書き特別ダイヤ組まれた。英語表記は井の頭線の最速達列車であり、朝ラッシュ時を除いた終日にわたって設定されている。渋谷駅吉祥寺駅間を最短16分で結ぶが、日中は約17分、平日夕ラッシュ時は約21分かかる。すべての休行は、 英福町駅で先行する確定との緩急接続が行われる。また、花見シーズンの土休日には、井の頭公園駅に、東京大学駒場キャンパスでの入試費及び、大学のオープンキャンパスといベと、駒場祭開催日には、帰宅時間帯に上り数本が、駒場東大前駅に臨時停車する。ただし、異常時によるトラブルや事故などが発生した場合は、 状況によっては急行運転を中止することがある。急行は1971年に運転が開始された。運転開始から2001年3月までは、全線所要時間が17分、最高速度時速8 0トルで、その後、最高速度を時速9 0トルに引き上げ現在に至る。下り列車は、永福町久我山間を時速9 0トル ただし高井戸富士見が、岡間に時速85キロメートル制限曲線ありで、走行することが多い。2013年2月22日のダイヤ改定で、平日早朝に上り2本が新設され、平日と休日ともに0時台まで、運転時間帯が拡大された。英語表記は、渋谷駅吉祥寺駅間の最短所要時間25分で、あるが、 急行の一本前を走る確定は、永福町駅で急行の待ち合わせをするため、前線を通しては約30分かかる。平日朝ラッシュ時は、急行が運転されずに確定のみがほぼ2分間隔で運転されるため、速達列車が運転される路線のような、特定列車への乗客の集中は発生しにくいが、上り列車は渋谷駅に近づくほどどの車両も激しく混雑する。 主に渋谷側の1.2両目の5.4号車、渋谷駅の乗り換え改札が先頭にあるため、列車は大半が渋谷駅吉祥寺駅間で運転されるが、平日朝ら主時、と休日10時台の下りと平日と休日の夜間から深夜には、富士見が急行の列車が深夜に吉祥寺発明台前行の列車がある。富士見が急行の列車は、 引上げ線入線後に折り返し渋谷行となるか、近接する藤見が、岡建築へ入庫する。吉祥寺発明大前行の列車は、明大前駅到着後、折り返し線を使って、藤見が岡駅へと改装される。1996年から5両編成の線形が使用されており、1962年から運転されていた3 0系は2011年12月に、 営業運転を終了した。ステンレス車両となった 3000K からは、編成ごとにカラーリングが施されているが、色がブルーグリーン、アイボリーホワイト、サーモンピンク、ライトグリーン、ラベンダー、オレンジベージュ、スカイブルーと全部で7パターンあり、レインボーカラーと言われている。このため、ステンレス車両ばかりが走る線区でありながら、一般的なイメージも銀色の電車ではない。 オレンジベージュは当初はベージュで、2009年5月に登場した線形20番台、第27編成からこの色に変更され、計8パターンのカラーリングとなった。線形のベージュの車両、第6.13編成についても2010年春から、従来のベージュがオレンジベージュに変更され、最終的には7パターンに戻っている。このカラーリングは、同じ京王電鉄が経営する。 本線角の京王線でも採用されていない、井の頭線独自のカラーリングである。2012年から第29編成が、レインボーカラー台の特別ラッピング車両となっている。線形は20メートル級4つ扉、3000形は18.5メートル級3つ扉で、車両長とドア数が異なっていたため、紀州県の渋谷駅と吉祥寺駅では、次発列車の乗車位置を案内していた。 渋谷駅では1 0の乗車位置にはオレンジ色のランプが3000系の乗車位置には緑色のランプがそれぞれ埋められており乗客には点灯しているランプに合わせて3列に並ぶように呼びかけているホーム上の放送は今度の番宣に参ります種別電車をご利用のお客様は足元大々ないし緑色の点灯しているランプのところに3列にお並びくださいという内容で 男性は、片山光雄、女性は、河本敏美が担当していた。なお3000系運用終了以降は、渋谷駅の放送も吉祥寺駅や、大駅と同様、男性は、関根正明、女性は、大原さやかの放送に更新された。吉祥寺駅では、防護枕木に列車が乗り上げる事故が発生してから、渋谷寄りに一両分余分に設けられていた。 プラットホーム部分に停止位置を10メートルほどずらす、措置が取られたため、乗車位置の足元ランプが一部は、ランプと同じ色の表示となっていた。2009年6月、ホーム改良工事に伴い足元ランプは消滅し、丸い印にとって変えられていった。ホーム上の放送も一部変化し、当初の、今度の、種別、行きごり用のお客様は、 足元、大々内し緑色の点灯しているランプのところに、3列に、お並びくださいという内容から、点灯しているランプのところに、の部分が、丸印のところに、へ変更された。途中駅ではステッカーによる乗車位置の表示があり、駅員による放送では案内されることがあったものの、自動放送や電光掲示板では呼びかけていなかった。 3000系の運用終了後、3、扉車乗車位置ステッカーは撤去されているが、一部の駅では3000系停車位置が撤去されずに残っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。